がとうございました。
どうも。 Oh.
よく来たな、キリュウ。柏木さん、あまり時間がない。お前とはいろいろと話しておかなければならないことがある。はい。今日の幹部会のことだ。どういうことや。四代目呼び戻すやと。そうだ、今六代目が現場を離れたら東条会の基盤が揺るぎかねん。ここは最悪の事態も想定し、他の組織も承服する人間に東条会を任せるのが先決だ。何やと。私は賛成です。峰おのれ。神田の兄貴、ここは桐生四代目に出張ってもらうのが最善の策です。何やと。頭、俺は六代目と直接杯を交わした間柄です。本来なら何があっても大吾さんに戻ってきてもらいたい。ですが近江連合やその他の組織のこともあります。ここは早急に他の組織が納得できる大工を立て、大吾さんの帰りを待つしかないと思います。うん。今さら何言うとじゃ。国道が頭取られて落ち着いとる場合か。株ばっかりやって頭おかしいとっちゃうか。おお、見ね。俺も神田と同じ意見です。極道だったらまずやることは後目のことよりも返しが先でしょう。浜崎。頭、俺が仕入れた情報じゃ会長跳ねたのは風間のおじきによく似た男と聞きましたが。浜崎、お前それほんまか。どういうこっちゃ。六代目の側近の話だと、大吾が会長室で撃たれた時、部屋にいたのは風間の親父によく似た男だったらしいが。まあ一度死んだはずのおじきが生き返るわけもありません。別の人間だとは思いますが。頭、なんかご存知なんじゃないですか。いや、俺も全く見当がつかない。どちらにしても今東条会がすべきことは、会長を撃った男を捕まえて誰が戦争を仕掛けたのかを探ることでしょう。四代目桐生さんを戻すのはそれからでも良いのでは。いや、それは違う。あ、今は早急に東条会の足場を固めることが先決です。直系99団体、桐生さんを代行に立てて一枚岩になっていかないと組織は崩壊してしまう。桐生って何やねんお前。そんなに桐生に跡目渡したいっちゅうんやったら、いっそのこと俺が桐生の首取ったるわ。神田、お前。頭、この際やから言うときますわ。うちら三代目錦山組、桐生の下に入んのはお断りや。初代も先代も桐生にやられたいうこと、うちら錦山組は忘れてへん。だがそん時お前は強姦罪で無所の中だっただろうが。じゃがじゃボケが。とにかく桐生の首取る理由、錦山組にはあるんじゃ。こうなったら桐生ぶっ殺してわしが東条会の跡目になったる。桐生は東条会の敵じゃ。わしの手で桐生の首取ったら。それは聞き捨てならない話だな。ああ、桐生さんとやり合うのは構わない。だが錦山組に東条会の跡目渡すわけにはいかねえってことだねえ。
頭。何を言っているんだ。今跡目の話なんかしている場合か。でも頭は桐生さんを呼ぼうとしている。俺も神田と同じでそれには反対なんですよ。浜崎、このまま桐生さんが代行に座ればそのまま七代目に復帰ということもある。お前もそれは嫌だろう、ミネ。もう一人の幹部の意見も聞きたいね。真島の兄さんよ。あんたも本部の若頭補佐だ。何か喋ってくださいよ。アホくさ。ああ俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや。風間のおっさんの亡霊探すもよし、桐生ちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。そうや、一言言うとくわ。喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。真島。ほな。桐生ちゃん、えらいことになったで。